はい、皆さんこんにちは、ヤンです。今日なんですけど、 YouTube のねコメントの方で、なんで設備エンジニアに転職したんですかっていう理由を聞かれたんでね、その理由をちょっと簡単に、解説というか、こういう経緯で今のね設備系エンジニアの仕事に転職しましたっていうのをね、解説していこうかなと思います。まず前の会社ではね、専業プラントエンジニアとして働いてたんですけど、今は設備系のエンジニアとして働いてます。で、10年勤めたね、専業プラントエンジから、設備系の仕事になったんだけど、似たような職種だけど、設備保全的な仕事もやることになってます。なので、設備系のね、今の会社の、要は工場だね、工場の製品を作るね、プラントの設計もしながら、設備保全的な仕事もやっています。じゃあなんで突然設備系の転職を決めたのかというと、専業プラントエンジニアとして働いててね、ちょっと仕事も辛いし、ちょっと人事制度でね、いろいろあって、ちょっともうこの会社いてもな、そんなに給料ももう上がる見込みもないし、みたいな感じになったんで、転職を考えることになりました。で、その時に転職にあたってね、じゃあ新しい会社見つけてすぐ行きましょうっていうわけにもいかないんで、何が重要なのかっていうのをね、転職にあたっていろいろ考えました。で、転職にあたって考えたこととしては、まずプラントエンジニアは忙しい。だからね、プラントエンジニアは次はやめようって思いました。でも30超えてるから、違う職種、例えば、営業やる気はないけど、営業さんとか、なんか事務系の仕事とかね、そんな職種はさすがに、いくら転職でも無理じゃねってなりました。一応そういうことも、転職エージェントに相談したんですけど、やっぱり似たような回答で、30超えてるなら、ちょっと違う職種は無理ですかね。だからちょっと職種変えても、そのプラントエンジニアに関連した仕事じゃないと新しい転職先は見つからないんじゃないですかねっていう感じでした。実際転職エージェントとか、某リクナビネクストとかにも登録したんですけど、その際もやっぱり似たような仕事ばっかりなんですよね。とは言っても、オファー来る会社の中には熱交換器の設計とか、あとボイラーの設計もあったかなっていうのとか、あと配管の設計だっけな、ちょっと忘れたけど、っていうのもあれば、あと、設備保全だね、そういう仕事もありました。じゃあしょうがないんで、プラントエンジニアは忙しいから嫌だ、じゃあしょうがない、設計か設備関係の仕事に集中して探すっていうことに、なりました。で、いっぱいオファーもらって、いろいろ条件見て、ただやっぱり条件的にね、家から1時間以内で通えて、で、給料もある程度もらえて、さらにやっぱ今まで忙しかったんでね、できるだけ有給とか、あと休みとかね、残業が少ないところ、休みが少ないところじゃないな、休みはある程度取れて、残業も少なそうなところっていうのをちょっと集中して探しました。オファー自体はね、結構な100社まではいってないけど、結構もらったんですけど、その中で応募しようとした会社は結局ね、2社まで絞りました。忙しいからいっぱい受けてないからね。で、応募した会社は、まず熱交換器の設計会社と食品工場の設備保全業務、設備設計も含むっていう感じで、この2社に絞りました。で、同じ転職エージェントからの、応募だったんで、なるべく面接とかも近い日にね、設定してもらって、突然ね、片方だけ内定もらって早く返事くださいっていう状態にならないように注意しました。
まあで書類選考も両方とも受かって、結構トントン拍子で面接まで進んだんですけど、まあ熱交換器の設計は、まあ設計ってやっぱり面白そうだよね。一からもの考えて作るっていうのは。でもね、この会社出張が多くて、海外も多いですよって言われたんですよ。で、プラントエンジニアやってる時にめちゃくちゃ出張したんで、まあ出張はね、いいかなみたいな感じなのと、給料もね、正直あんまり変わらなくて、ちょっとこれがね、うーんって感じで、むしろ残業しなかったら減るんじゃねえぐらいの感じだったんですよね。で、残業自体も次30ってこれ次30時間ね。まあ30時間くらい。これもね、あんまり変わらないじゃないかな、みたいな感じで、さらにお客さん相手に仕事するんで、前のね、専業プラントエンジンでもお客さんのとこ行って、ね、お客さんに物を仕事してたら、やっぱり付き合いづらいお客さんとかいるから、ちょっと、うーんってなって、でも、ここに書いてる通り仕事としては面白そう、みたいな感じでね、ちょっと歯切れが悪いというか、そんな感じでした。次、食品工場の設備保全業務の会社は、面接の質問でね、いや、設備保全ってやっぱ夜中とか休日とかの呼び出しとかあるんじゃないですかって聞いたら、まあ、ないことはないけど、基本的にオペレーターが対応するんでありませんって言われて、正直これね、ほんまかよと思ったんですよ。まあ、はい、この会社ちょっと入ってるからあれなんですけど、ほんまでした。結構珍しいと思います。で、お盆と年末年始は、基本的に出勤ですけど、いいですかって聞かれたんですけど、そんなのね、専業プラント演者から当たり前だから全然問題なかったんですよね。でも、年末年始といつも、12月31日と、まあ、三が日。1月1日、まあ、元旦と、まあ、2日3日は、基本休みですって言われたんで、おー、いい会社ですね、と思いました。で、ここね、給料がかなりいいんですよ。前の専業プラント演じで、次30時間ぐらい残業しないと稼げないぐらいの給料をもらえると。さらに、組合が強い。月の残業はね、20時間まで制限されてて、それ以上はもう組合に届け出ないと無理です。で、これ結構ね、重要で、ユーザー側なんで、メーカー側だったら苦悩が消える。もちろんユーザー側はユーザー側として、いいメーカーを選ぶっていうね、難しいところはあるんだけど、メーカー側だったね、こう、お客さんから文句言われつつ、なんか社内でも上司から文句言われっていうのが、まあ、なくなるのかなっていうのがありました。出張はね、ほとんどなし。給料もアップするし、で、ライフワークバランスも改善されるから、そういう意味で、うん、こっちの会社いいかもなっていうのと、で、こっちをね、まあ、最終的に選んだんですけど、選んだ、まあ、最終的な理由は、もちろんね、給料がかなりいいのと、残業時間も少ないのと、まあ、こういうユーザー側っていうのと、あと出張がほとんどない。まあ、こういうのが自分の中で、前の会社ですごい嫌じゃ、嫌だ、嫌というか、まあ、大変だったところなんですよね。特に残業時間多いのと、出張がめちゃくちゃ多いのが、ちょっと大変だったんで、そういうのがね、なくなるので、最終的にこっちにしたんですけど、あとは面接でもね、前の熱交換器の設計って会社は、かなり圧迫面接みたいな感じで、なんか嫌だなーって感じだったんですけど、こっちはそんなことはなくて、まあ、むしろ和気あいあいとした面接で、僕がね、残業時間年間600時間ぐらいしましたみたいに書いて、ただ、これよりもっとサービス残業してますって書いたら、まあ、社長がね、え、何ですかこれって言われて、いや、何ですかも何でもそうなんですよって言ったら、いや、うちの会社はね、普通の会社なんで、もうこんなことありませんから、ぜひ来てくださいみたいな感じで、なんかすごい腰が低い感じで、で、ここのね、夜中の呼び出しとかの話も、
転職エージェントにからかな、すぐ電話があってどうでしたって面接の後聞かれたんですよ。で正直その時はあまり設備保全って興味なくて、でまあ面接はいい感じなんですけどね、ちょっと設備保全うーんって感じをしたら、転職エージェントもね、もちろん転職してほしいから、お金になるから、どうもそれを、まあ、今の上司じゃないんだけど入った時の上司に言ったらしくて、その人がいやいやその田舎の呼び出しとかもうほとんどないからみたいな感じで、まあ転職エージェント経由で連絡してきて、まあ、もしねもっと聞きたいことあったら電話でも来てくれてもいいからいつでも連絡してみたいな感じで、なんか携帯電話の番号とメールアドレスまで教えてくれて、なんかそこまでなんかこんな中途で入る人のことを考えてくれるなら、なんかこの会社いいかなっていう感じになりました。で結果としては両方とも内定をいただくことができて、まあ、さっきね、まあ、ちょっと入社者経緯をいろいろ話しましたけど、かなり悩みに悩みました。さっきも言った通り設備保全っていう業務がちょっとあんまり前向きじゃなかったんで、熱交換器の設計っていうのもすごい興味があったんですけど、面接した感じとか、あとやっぱりライフワークバランスが改善される、さらに給料も上がるっていうのもあって、最終的に食品工場のね設備保全の会社に行くことにしました。なのでもちろんその設計したいとかそういうのはあったんですけど、やっぱり最終的にはもうこれから何十年も働くわけじゃないですか。で自分が面白い、この仕事大好きっていうのはもちろん大事だと思うんですけど、それでねすごい残業とかあって体壊してもしょうがないんで、僕は今回はやっぱりこれで転職も終わりにしたいんで、ライフワークバランスとかそういうのを優先して会社を決めました。なのでやっぱり設計好きな人はね、やっぱりそこをまあ要は天秤かけて自分がどっちに重きを置くか次第だと思うんですけど、それでも俺はやっぱり設計がいいっていうんだったら設計が会社に行けばいいと思うし、僕みたいにちょっと設備保全っていう仕事はねってあっても、やっぱり最終的なライフワークバランスとか、あと面接した感じ、こっちの会社の方が雰囲気良さそうっていうのとかを取るんであれば、そっち行くとかね、まあ最終的に入ってみないと分かんないんで、あとはなんだっけな、あの転職先の会社のね評判とかをいろいろ調べてみて、そういうのも参考にするといいと思います。でそこから5年経ちましたけど、まあ、給料も一応大幅にアップしました。でライフワークバランスはね本当に改善されて、前の専業エンジニア、専業プラントエンジだと、まあ、毎週ねほぼ出張の週もあれば、まあ、何ヶ月もねプラントの立ち上げとか施工管理のこともあって残業もめちゃくちゃ多かったんですけど、今はねもうほと、まあ、残業はもちろんありますが、忙しい時はねやっぱり月組合に行って40時間50時間残業する時もありますけど、まあ年に 2,3 ヶ月かなあっても、で他の月はほとんど残業あっても10時間とか15時間ぐらいなんで、すごいねライフワークバランスは改善されました。で仕事の評価も、もともといる人がねプラントエンジニアっていう仕事をしたことがない人ばっかだったんで、やっぱり僕の仕事の進め方とか特にね参考にしてくれたのが安全に関する考え方、しょうもないことだけど横断歩道を左右見てから渡りましょうとかね、多分そんな他の工場行ったら当たり前なんだけど、結構そういうのが当たり前じゃなかったんで、そういう意味でねいろんな面で仕事の評価はもらうことができました。でということで、まあ、設備保全系の会社に転職したのはまあ良かった、まあ良かったです。実際設計みたいな仕事もしてるし、まあ分かんないとこはメーカーさんに丸投げすりゃいいやっていうのもあるんでね、最終的な、まあ、本当入ってみなきゃ分かんないとこあるんだけど、今の会社に入ってまあ良かったなと思ってます。で今回ね僕なりになんで転職成功したのかなと思ったんですけど、
まあ、まず転職でね、僕何を目的とするか結構ねはっきりさせました。まあ、要は給料アップと、ライフワークバランスの改善、まあ、そこですね。あとは会社のことをねしっかりリサーチしたんですよ。100社近い会社からオファーいただいたんですけど、その時もしっかり転職会議っていう会社とか、あ、会社じゃねえよ、サイト使ってね、その会社のリサーチをしっかりしました。いくらまあ口とかそのオファーのところでいいとこ行っても、実際そういうとこ見るとすごい評価だったりするんでね。あとは自分の力はまあ何っていうか、自分の持ち味ですね、持ち味は何でどのように生かしていけるのか、まあ、もちろんプランドエンジニアって仕事なんで、やっぱり設備系の仕事はね何でもできるかなっていうふうに思ってたんで、もちろんそれをねもっと広げて、なんか正直事務系の仕事みたいなのもできないかなと思ったんですけど、まあちょっとそれやっぱり年齢がね、年齢なんで無理かなと。あとは自分のマーケットバリュー、まあ要はこっちにも関連するんだけど、マーケットバリューは何か、まあ資格もあるし、一級観光地施工管理士を持ってるし、まあ、そういう資格も持ってますよとか、あとはあまり僕英語をね前に出すのは嫌なんですけど、英語なんて結局、まあ、ツールの一個なんで、英語できるから仕事できるってわけじゃないんですけど、ただまあ転職のね市場では英語できるってすごい評価高くもらえるんで、そこはね前面に出しました。あとはまあ一応会社クビになったとか会社潰れるわけじゃないんで、絶対に転職しなきゃじゃなくて、まあまあ別に俺いつでも転職できるし、今ちょっとタイミングがね合わないだけっていう思考、要は今いいオファーがもらえないのはタイミング悪いだけみたいな感じで考えることで、まあ転職成功したのかなと思います。あとはみんなにね、ちょっとやっぱり転職、今は僕もね今の会社で働いてますけど、ただ実際まあホワイト企業がずっとホワイト企業っていう、なんていうかな、保証もないんで、実際僕の会社もねまあ売り上げ悪いとかもあるんですよ今実際。まあそんなのもあるんで、やっぱりずっとホワイト企業である会社っていうのは少ないかなと思ってるんですよね。例えばみんなも知ってるかな、この前8月か4月にある会社がね上場廃止になりました。すごいスピーカーとかで有名な会社なんですけど、昔はすごいその会社のスピーカーとか、なんだろう、CD コンポを打ってたかなとかなるとすごいね、みんな欲しがるみたいな会社だったんだけど、世の中がスマホが主流になって、スマホで音楽聴くようになって CD も売れなくなると、まあスピーカーとかも売れなくなって、結局そこで事業転換がうまくいかなくて、最終的に債務超過になって上場廃止になる会社もあれば、シャープみたいにね大阪の堺市かなに大きな、あれは太陽電池工場なのかな、それとも液晶パネル工場なのかな、ちょっと分かんないけど工場作ったけど、韓国とか中国かなに全然勝てなくて、今は結局シャープではないのかな、堺ディスプレイプロダクツって会社になってるのかな、なったりするんで、やっぱり会社って変わるんで、ずっとねホワイト企業はホワイト企業っていう保証もないんで、やっぱりその辺は皆さんよく考えて転職活動、もしくは今いる会社でどうするかっていうのを考えてほしいと思います。はい、じゃあ最後はなんかねちょっとなんか何言ってるのか分かんないけど、これからもねこんな感じでいろいろ情報発信していくんで、よろしければチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。